ナンバーアイデビューお披露目は2024年頭に決定。 2B コンサート大鳥出場の真相とは。こんにちは、芸能ダイヤです。11月15日発売のファッション誌ナイロンジャパングローバルイシュー04の表紙と裏面のダブル表紙で、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるナンバーアイが起用されたことが発表され話題となっています。海外でも発売される同誌で世界初登場を飾ることになりました。平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人は5月22日にキング&プリンスから脱退して旧ジャニーズ事務所からも退所、滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 2B に合流し、10月15日にナンバーアイの結成を発表しました。今回のナイロンジャパンでナンバーアイは表紙以外にも中面合計36ページ1万字以上にわたる彼らのフレッシュな気持ちを詰め込んだロングインタビューも掲載され、雑誌は非常に豪華な内容となっているようです。キンプリの脱退後、平野さん、神宮寺さんは単独で雑誌の表紙を飾ることはありましたが、ナンバーアイとして3人で表紙を飾るのは今回が初めてです。11月9日現在予約は可能ですが、 Amazon やセブンネットショッピングでは発売日当日には届かないことが明言されており、かなり注文が殺到しているのでしょう。それだけに多くのファンが盛り上がっていることに加えて、ナンバーアイとしての初仕事がナイロンという点がキンプリファンにも感慨深いものを感じさせていますと女性誌編集者は話しています。キンプリが高橋さんと永瀬さんの2人体制になってから初めて雑誌の表紙を飾ったのも5月26日発売のナイロンジャパンでした。そのためファンの間では新生キンプリとナンバーアイにとって新たな一歩を踏み出す雑誌として、どっちも再スタートの初雑誌がナイロンジャン、2人になって初めての雑誌の表紙と3人になって初めての雑誌の表紙、どっちもナイロンジャパン、始まりはいつも一緒ってことなのかな、どこかでつながってるって、こういうことを言うんだとしたら何か嬉しいよね。寂しいけどやっぱり嬉しいが勝つといった声が SNS にも多く寄せられているようです。また同誌の公式 X、Twitter はナンバーアイが表紙を飾ることを告知する際に、さてその内容、ああお届けしたいことが多々あるのに今は文字数が、この詳細はウェブで36ページのラブレター受け取ってと投稿、各行の頭文字を取るとさあ行こうになる縦読みを仕込んでいて、3人の再出発に対するエールだとファンを喜ばせています。そして平野さんはキンプリの脱退発表があった2022年11月4日から間もない11月11日発売のナイロンジャパングローバルイシュー04で単独で表紙を飾ったことがあるんです。その際も同誌は縦読みを仕込んでいました。それだけにナンバーアイとしてのカムバックをエモいとする声も多いですねと前出の女性誌編集者は話しています。平野さんの脱退発表後、2022年11月8日にナイロンジャパンの公式 X はガンガン未来に進む平野翔アイコンとして中面12ページにわたりバキバキなスタイルを披露、ニュージェネレーションのキングの光り輝く未来を感じてと不自然な開業のメッセージを投稿していました。こちらも頭文字の縦読みに頑張れのメッセージが仕込まれていたのです。平野さんはキンプリ時代からグループの世界進出を強い目標にしていました。脱退が発表されファンにとって悪夢の月となってしまった当時のナイロンのインタビューでもそれを強く感じさせる発言をしていましたねと女性誌編集者は話しています。2022年11月当時、平野さんは海外で具体的にやってみたいことはというナイロンの質問に対し、現時点で俳優業での進出は考えていないので、とにかくコンサートをやってみたいと回答。さらに行ってみたい国を尋ねられると、とにかく国外であればどこでもコンサートをやりたいです、中略有名な都市よりもあまり知らない場所に行ってみたいです、例えば昔ながらの文化を大事にする
先住民族の方々が住んでいるような土地でやりたいですね。ド派手なパフォーマンスを先住民族の方々に披露したいですと、さすがと思わす規格外のコメントをしていたのだ。現時点でナンバーアイの3人は SNS でファンと交流をしたり、雑誌の仕事がメインですが、来年以降本格的にアーティストとしての活動をスタートして、その後世界に繰り出すのでしょう。まずは国内でライブを成功させて世界へ飛び出し、ゆくゆくは先住民族の方々にパフォーマンスを披露する。パワーあふれる平野さん、岸さん、神宮寺さんの新たな勇姿が見られそうですね、と前室の女性誌編集者は話していました。また同じく 2B 所属の元キスマイフット2の北山博光さんが初のデジタル楽曲ランシングを11月17日に配信し、ソロデビューすることが発表されました。 2B には旧ジャニーズ出身のアーティストが名を連ねていますが、元 V6 の三宅健さん、 2B 合流と同時に IMP に改名した7人組グループのインパクターズに続き、北山さんもソロデビューを発表。すると注目が集まっているのがナンバーアイの3人。北山さんのソロデビューを受けて、ますます平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんによるナンバーアイのデビューに期待を寄せる声が急増しています。キング&プリンス時代から圧倒的な人気を誇っているだけに、 2B に合流して以降ずっと注目を集めている3人ですからね、と女性誌ライターは話しています。北山さんがソロデビューを発表したことで、北山くんのデビューも決まり、次はナンバーアイの出番です。来週あたり来そうな気もする。北山くんもファーストシングルリリース3人もドカンとぶちかますために今は準備運動してんだろうな。楽しみだ、ナンバーアイ。北山くんもファンの方もおめでとうございます。ナンバーアイもそのうち来るかな。待ってる時間が全然辛くないのは3人のおかげだ、といった声が多く寄せられています。平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人は10月15日に岸さんの合流とナンバーアイの結成を発表。結成発表が行われたのが東京ドームだったことから、デビューライブ匂わせ感ありつつ、岸くん野球好きだし、どっちだ、ドーム貸し切り、すごく金かけてもらってる、あ、でも花束贈呈見たかった、勝手な予想だけど東京ドームでライブするよの匂わせか、わら、といった東京ドームライブへの匂わせを指摘する声も多く寄せられているようです。滝沢氏の会社 2B は今年4月に公式 YouTube チャンネルでオーディションの様子を公開していますが、その後の結果などはまだ公にされていません。そんな中、オーディションに受かったいわゆる 2B ジュニアのお披露目も兼ねたナンバーアイ、そして北山さんや三宅さんも集うイベントが、それももしかしたら東京ドーム公演が来年初めにも行われるかもと噂されているようなのです。一つ聞こえてきているのが、 2B が今外部に振付師を募っているという話です。大勢でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振り付けを当てる振り入れをしますが、これが12月から開始できるように 2B が動いているといいます。平野さんのダンスの腕前は抜群で、オリジナリティあふれる踊りもこれまで何度も披露してきた。つまり彼らは自分たちのダンスは自らで振り付けできるんです。それでも外部の振り付け師が必要なわけ、それは大勢のバックダンサーもしくはキッズたちへの振り付けのためだと見られています。そして大勢のバックダンサーが必要となる事態、それはイコールライブコンサートの開催ですよね、とレコード会社関係者は話しています。一般的に一曲の振り付けを完璧にマスターするには1ヶ月は必要だと言われています。12月に振り入れがスタートするという話なので、逆算すると本番は2024年頭の1、2月くらいになりますよね。そこで北山さん、三宅さん、 IMP、 そして 2B ジュニアも登場する。 2B が旧ジャニーズや韓国の大手プロハイブジャパンに負けない存在だと示すタレント総出の 2B 祭りともいえるイベントを開いて、その大トリとしてナンバーアイが華々しくデビュー曲のお披露目をする。
そうした展開が言われているんです。ナンバーアイの3人は規格外の圧倒的な人気を誇り、多くのファンがデビューを心待ちにしている。 2B の門出を飾るド派手な華々しいライブはデビュー曲を発表する上でこれ以上ないシチュエーションですよね、とレコード会社関係者は話しています。平野さんはナンバーアイの結成発表の際、コンサートはマストでやっていきたいですね、ファンの皆さんと思い出を築きながらビッグな関係性になりたいですとファンに呼びかけていました。その願いがもうすぐ叶いそうですね。3人の今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。